ヤガミ・タカユキは、セガのゲームシリーズ、リュウガ・のスピンオフ作品で、2018年発売のアクションアドベンチャーゲーム、ジャッジ・アイズ、死神の遺言に登場する架空の人物である。弁護に成功した、依頼人が恋人を殺害したことをきっかけに辞職した、元刑事弁護人。3年後、ヤガミは、ヤガミ探偵事務所の探偵として、 被害者の目をえぐり出す連続殺人犯を操作することになる。竜がごとくスタジオではシリーズの主人公、桐生一馬の物語を締めくくる竜がごとく6命の歌の発売に続いて新しいタイプの主人公を作りたいと考えていた。桐生が力強く英雄的な存在であるのに対し、矢神は悩みを抱えた人生を歩んできたことで、 より親近感の持てるキャラクターになることを意図している。二人の主人公の差別化を図って、矢神にはカムロ町の住人と仲良くなるサイドクエストが用意されている。脚本家であり総監督の名古屋実ノは、矢神のキャラクターのインスピレーション源として、複数の探偵小説、中でも氷結のポール・ニューマンを起用したという、ゲーム、竜がごとく六命の歌。 で、龍が如く、シリーズの主人公、キリュウ・カズマの物語を締めくくって、以来、龍が如く、スタジオのゲーム開発者たちは、この物語のために、個性的なキャラクターを作りたいと考えていた。プロデューサーの細川はじめたけしの呼びかけで、キャラクターは、探偵に決定した。最大の影響を受けたのは、ポール・ニューマン主演の映画、氷結で、この映画では、 ニューマン演じるフランク・ギャルビンが、弁護士としてのキャリアの中でヤガミと同様の危機に陥るシーンが描かれている。気流と新主人公のコントラストを際立たせるために、スタッフはヤガミをより、親近感のあるキャラクターに育てようとした。竜がごとく、スタジオは、探偵小説の人気を背景に、ゲームを進めていく中で、プレイヤーと一緒に知識を深めていく人物として、ヤガミを描いている。 瀬川はヤを周囲の圧倒的な絶望の中でも自分の信じることのために戦う信念のある男と表現した。ヤガの戦い方は中国の武術をモチーフにしている。総監督で脚本家の名古屋みのるようによると、この探偵のアイデアは韓国映画を中心に複数の影響を受けているという。細川は刑事ドラマを題材にしたゲームが少ないため、 ヤガミを目立たせたいと考えていたが、新しいキャラクターを作ることは大きな課題であると認識していた。気流の後継者にふさわしい主人公を作るために、細川はノワールの雰囲気に合うように、より地に足のついたキャラクターにしたいと考えていた。またこうも語っている。物語を書いているときに、 昔からのキャラクターがしっかりしていると、そのキャラクターが次の展開を決めるんですよね。それに対して、矢神の場合は、開発当初は何の愛着もありませんでした。同じシリーズを長く続けてきた開発チームにとっては、挑戦であると同時に、チャンスでもありました。主人公には、町とのつながりを大切にしてほしいというスタッフの思いから、矢神がカムロ町の住人と、 仲良くなって絆を深めていくフレンドシップシステムというゲームシステムを導入した。開発者らはメインストーリーではヤガミの性格の一面を探求しサイドクエストではシリアスとコメディのバランスを求めるファンにも楽しんでもらえるように工夫した。細川はヤガミと他のキャラクターとの絆を大切にしているためジャッジアイズの中でもフレンドシステムを 最も気に入っている部分の一つと考えていた。そのため、細川は、矢神と町や人々との強いつながりがあるため、ジャッジアイズの続編の舞台も、カムロ町にしなければならないと考えている。これまでの、龍が如くの主人公は、カムロ町への単なる訪問者であることが多かったのに、対し、矢神は、カムロ町に住む一般市民として描かれており、 彼の社会生活をより深く掘り下げることができた。ローカライゼーションプロデューサーのスコット・ストリチャートはファンに対して、キリュやマジマゴローのようなこれまでの竜がごとくのキャラクターが恋しくなるかもしれないが、超頭脳名積で鋭いウィットを持っていて、自分の欠点も抱えている人間、彼自身と表現するヤガミを受け入れてくれることを期待していると語った。ヤガミと、 元恋人の藤間冬の関係は、そのロマンスは、ジャッジアイズのスリルを損なうと名古屋が判断したため、開発中に変更された。また、名古屋市は、木村拓也が、欧米では、人気がないため、英語圏での、このゲームの人気に疑問を呈している。発売後、セガのスタッフは、もし、ジャッジアイズの続編が出るとしたら、引き続き、ヤガミと相棒のカイトウマサハルが主役を務め、 カムロ町を舞台にしていいのではないかと考えた。ジャッジやイズの開発初期に開発者は8新役に有名な俳優を起用することを検討し、木村拓也を起用することにした。名越は木村の人気の高さにより、プレイヤーからキャラクター性が弱まっていると非難されることを恐れていた。しかし、木村はチームの提案を受け入れ、開発者と協力してキャラクターに磨きをかけた。 気流が他のどの竜がごとくのゲームで口にしたセリフの数よりも、ジャジーアイズでヤガミが口にしたセリフの数の方が多いのである。セガは木村の演技に満足しており、収録中のリテイクが予想以上に少なくて済んだと指摘している。木村の演技に合うように書き直されたセリフもいくつかあったが、脚本家はヤガミの性格にそぐわない変更ではないことを確認している。 ゲーム中のセリフは時系列順に収録されており、物語の中でヤガミのキャラクターが成長していくにつれ、木村の声が変化していくのを感じられるようになっている。木村はゲームでの仕事を楽しみ、そして名越は木村のメッセージへの返信の早さに感心したとコメントした。これまでのヤクザ作品とは異なり、シナリオを書き上げてからの収録ではなかったため、 木村をはじめとする出演者の協力が得られたという。このゲームは、1997年のテレビドラマ、ラブジェネレーションで木村が演じるキャラクターが口にした、セリフ、チョマテヨや、ヤガミが木村のように複数の衣装を着ていることなど、木村の経歴の他の部分も参考にしている。竜がごとくシリーズを熟知していたグレッグちゃんは、英語版、ジャッジアイズで、ヤガミの声を担当することになり、 驚きと喜びを感じていた。矢神の声は言語に関係なく、正真正銘の大物のように聞こえるように意図されており、ローカリゼーションチームはそれを成功させたと信じている。チャンは演技を押し通すためのトリックを手放さなければならなかったし、本物であること、本当に地に足がついていることが本当に必要だったと述べ、このゲームでの仕事に満足感を示した。 チャンは日本語版の精神に忠実であり続けるのは難しいと感じたが、ヤガミの真面目さと喜劇の融合を表現することを楽しんだ。彼はゲームのある部分で叫ばなければならないのが難しかったと述べた。チャンはヤガミのキャラクターアークの深さに驚き、このゲームでの仕事を忘れられない経験であると考えた。彼は 矢ガのキャラクターはリアルに描かれていて、親しみやすいキャラクターだと感じた。1983年に生まれた矢ガ隆行は、10代の頃、弁護士の父親が殺人犯の無実を証明したために、幸福として、被害者の父親から両親を殺されてしまったことで、孤児となった。矢ガは、カムロ町に移り住み、ヤクザの組城の松金三つに引き取られ、育てられる。 松金の友人である、源田隆三は矢神に興味を持ち、法科大学院の学費を払った後に、彼の法律事務所に雇い入れた。矢神は、検事の藤真冬と恋愛関係になり、2015年に、先端創薬センターに出入りしていた理念業者の大久保新平が、患者の枠光一を殺害したという事件の無罪を、証明して世間に知られるようになる。その直後、大久保は、 恋人の寺沢恵美を殺害し、アパートを全焼させた罪で逮捕される。その結果、八神は藤井と別れ、弁護士業を諦めてしまう。三年後のジャッジアイズの冒頭、八神は私立探偵となり、元松金組のヤクザ海藤正春と行動を共にしていた。松金組の若頭、羽村強平にかけられた殺人罪の無実を証明するために協力している。 うちに被害者の目をえぐり取る連続殺人事件に興味を持つようになる。犯人をモグラと名付け、ヤガミとカイトウは藤井や源田らの協力を得て事件の捜査を開始する。モグラにヤガミの元同僚、新谷正道を殺された後、ヤガミはモグラと先端創薬センターの医師、イクの幼児の関係を知る。ヤガミはカジヒラ・シュゲルに会い、 研究者がアドデック級というアルツハイマー病の潜在的な治療薬を発見したと主張したことで失敗した先端創薬センター周辺地域を引き継ぐ土地再開発計画の失敗を明かされる。カジライラはヤガミに元先端創薬センター副所長の丹木トールの死について調査を依頼する。刑事の黒岩光が仲間の刑事、綾部和也をもぐらだと告発する中、 矢ガは、真犯人は、アドデック Q の効果を試すための人体実験を行っており、枠、新谷、丹木の死は実験の失敗だったと推理する。また、実験を隠蔽するために、幾野が寺沢を殺したのではないかと疑っている。松金が、モグラから二人をかばって殺された後、羽村は矢ガに、黒岩がモグラであることを伝え、新谷の殺害に、 先端創薬センターが関係しているという証拠を、ヤガミに提供する。ヤガミは法廷で、アヤベをうまく弁護し、殺人事件への先端創薬センターの関与を証明する。裁判中に、ヤガミは黒岩が逃亡したことを知り、先端創薬センターに彼を追跡した。ヤガミは警察に撃たれた黒岩を倒し、行くのはアドデック級の注射による副作用で死亡した。 裁判所は大久保を解放し、陰謀に関与した他の者を逮捕する。その後、ヤガミは再び弁護士になることを辞退し、ヤガミ探偵事務所で回答と行動を共にし続ける。ヤガミ高行に対する、批評的な反応は概ね肯定的なものとなっている。イグのインディアとエンターテイメントフォーカスは、物語の中での彼の役割によって提供される、キャラクターの個性と深みを楽しんだ。 インガジェットは彼をテレビドラマの刑事に例えて、その道知疑心から欠陥はあるが愛すべきヒーローと呼んでいる。アルピゲーマーはヤガミを交換の持てるヒーローと呼び、彼のキャラクターアークはこのゲームの最高の部分だと考えており、イグノはこれに同意した。また、ゲームスポットとシリコーンらでは、カイトーとのダイナミックな関係は、二人の相性の良さから称賛されている。 いくつかのメディアがヤガミとキリュウカズマを比較対象している。エムナウはヤガミの陽気な態度とキリュウのストイックな性格の違いが興味深いとしている。ゲームインフォーマーはヤガミにはキリュウとの類似点がなくより親近感の持てるキャラクターであると指摘している。ストーリーの描写の仕方からコタクはヤガミをキリュウよりリアルなキャラクターだと評している。ゲームスライダルは ヤガミの性格をジャジアイズと龍がごとくの最大の違いの一つと考え、ヤガミの世界観の違いを強調し、ヤガミは肉体的にも精神的にも際立っていると評価した。ゲームレボリューションはヤガミは気流よりも弱さを見せる能力があるため、より複雑なキャラクターであると考えている。ゲームスポットはヤガミを気流の遺産を継ぐシの後継者として見るのは、 難しいとしながらも、矢神を同じ竜が如くの登場人物である秋山俊と比較し、キャラクターを通して提示される物語性を気に言っているとしている。別のイクノのライターは、矢神の戦闘スタイルをジャッキー・チェンの作品と比較した。気流に似て見えるかもしれないと心配していたが、ポリゴンは矢神と二次的なキャラクターとのやりとりが彼に独自のアイデンティティを与えているという。 ユースゲーマーとホビーコンソーラズは、ヤガミは前作ほど魅力的ではないとし、バックストーリーは気流に似ていると批判的に述べている。プッシュスクエアとゲームスライダルは、ジャジー・アイズの世界的な成功を受けて、ヤガミが続編で戻ってくるのを楽しみにしていると述べ、ゲームスライダルは気流の後継者にふさわしいと評価している。ヤガミは仕事が似ていることから、カプコンの 逆転裁判シリーズの主人公である、なるほどお一とよく比較されている。ジャーナリストからは、ヤガミの二人の声優の声の演技についてもコメントが寄せられている。アルピゲーマーは、ジャッジ・アイズにエディターズ、チョイス・アワード・フォー、ベストボイス・アクティングを授与し、木村とチョンの八新役の演技を高く評価した。VG247 は、 木村のキャラクター描写が日本の女性ファンを魅了していると評価し、ユースゲーマーは木村の演技がヤガミのキャラクターに最も強い影響を与えていると評価している。コタクは木村のヤガミとの類似性が同様の理由で東部地域で探偵を人気にしたと語った。チャンの八神役の演技はザ・ハリウッドリポーターとゲームインフォーマーから称賛された。イゴ・ムナウは脚本家が キャラクターにふさわしくないと判断した木村の演技よりもちゃんの演技の方が印象的だと考えている。2020ネイブグティアルアワーズで木村はガ神としての業績でパフォーマンスイン A ドラマリード賞にノミネートされたがシャーロット・マクバーニー演じるプレイグテールイノセンスマイナスのアミシアに敗れた。ありがとうございます。